フレデリック・ジャコビはアメリカ合衆国の作曲家。カリフォルニア州サンフランシスコ出身。ニューヨークでルービン・ゴールド・マーク、エルンスト・ブロッホ、ラファエル・ジェゼフィ、パオロ・ギャリコについて学び、ベルリンでパウル・ヨーンに支持した。1913年から1917年までメトロポリタン歌劇場のカッペル・マイスターを務め、第一次世界大戦中は陸軍軍学隊で、 サックス奏者を務めた。彼は先住民の音楽に関心を寄せ、1927年の冬にニューメキシコ州のディネア・プエブロの居留地に滞在して彼らの音楽を学んだ。また1930年代よりユダヤ宗教音楽を作曲するようになった。1936年にはジュリアード音楽院の作曲の教授に就任した。作品には2つの公共曲。 三つの公共誌、還元楽組曲、還元楽のための昇華、還元楽のためのインディアン部曲、バイオリン競奏曲、チェロ競争曲、ピアノ競争曲、室内楽曲、オペラ、カンタータ、合唱曲、歌曲などがある。ザニューグローブボリューム Q エビフレデリック・ジャケビー、アットザ・ミルキンアーカイブ。ありがとうございます。